はい、皆さんこんにちは、レック司法書士専任講師の雲野です。皆さんこんにちは、レック司法書士専任講師の鍋島です。はい、今日はですね、私のレックの司法書士のですね、初級講座 を受けまして、1回で合格された、鍋島さん、なんと梅田駅前本校で2020年の秋からですね、司法書士の初級講座、新15ヶ月合格講座をですね、担当することになったことを記念いたしまして、今日ですね、鍋島さんと一緒に司法書士と行政書士のですね、資格の違いについて、ちょっと皆さんにお話をさせていただく機会を得ました。どうぞですね、最後までお付き合いいただきたいと思います。ちょっといろいろですね、皆さんから、いただくご質問の中に、まあ、行政書士と司法書士の違いがよくわからないというですね、お声をいただくということがありまして、まあ、せっかくだから、じゃあ両方持ってらっしゃる鍋島さんにちょっとね、いろいろ聞いてみようということで、今回の企画を立ち上げた次第です。じゃあちょっと業務について、ご質問したいんですけれども、はい、その一般的に行政書士っていうと、観光所に対する許認可申請の、まあ、代理業務っていうふうに言われているんですけど、はい、例えばイメージするところとなると、一般の方だと例えば外国人労働者のビザ申請ですとか、はい、あとは陸運局に対する、まあ、ナンバープレートの申請と車庫証明、はい、それからあとは、建築業の許認可申請とか、はい、あと飲食店の、開業の許可申請などっていうのが思い当たるんですけれども、その他に何かありますか？そうですね、その他だと、まあ、成年後見もこれは司法書士と同じですね。そうですね、成年後見は別に資格が必要なわけじゃないですからね、はい、ただ成年後見業務だと司法書士と、まあ、行政書士の違いは多分各家庭裁判所によってもちょっと違うんですけれども、司法書士の方がその被後見人の方の財産総額、財産の価格がある程度やっぱりこう高額になっていくと、ちょっと行政書士の先生に後見業務を任せることはできないっていうふうな、そうですね、取り扱いになってますよね、はい、で厳密にそれが何百万円以上だと司法書士ないしは弁護士ないとダメって決めている家庭裁判所と、そういうのを決めてない家庭裁判所っていうのがありますけれども、一般的には行政書士の先生、よりかはまあ司法書士の方が活躍の幅は広いかなっていうのがありますよね。あと、まあ、両者が決定的に違うのは、その法務局と裁判所に提出する書類の、まあ、作成ないしは代理業務についてはもう司法書士ないしは弁護士の専業ということになっているので、例えば登記申請書ですとか、あとは裁判所に提出する訴状、ね、訴える際の訴え状にあたる訴状ですとか、ね、そういったものに関しては、行政書士の先生は、まあ、一応報酬を得てやることはできないというふうになってますよね、はい、でもちろん行政書士の先生しかできないことももちろんありますので、そういったところに関しては我々司法書士ももちろんやってはいけないということで法律を守っていかなきゃいけないので、どちらがね、いい悪いの問題ではないと思うんです。ですけれども、法律でもってどこまでできるできないというのが変わっているという現状というのは、まあ、絶対ね見過ごしてはいけないなというふうには ね思いますよね、はい、でまあ、これは我々と弁護士の間でももちろんある、ね、行裁問題とかって言われるところなんですけれども、でもどうですかね、行政書士の資格登録しとけばよかったと思うことでもないですか？あります。あります。私も、あるんですよ。やっぱり、うん、その司法書士業務やってて行政書士も持ってればもうちょっとできるのにって思うことありますよね、うん、あります、ね、例えば例えば、目的変更、古物商、会社のですね、会社のですね、会社の、まあ、リサイクルショップをやりたいっていう会社さんがいらっしゃる。今はそのことはやっていないと。でやりたいんであれば古物商の許可っていうのを取らなきゃいけないんですけど、その時に目的にまず古物商を入れなきゃいけない、うんうん、じゃあ古物商を入れてくださいって言われて、その目的変更の登記まではできるんですけど、その後の許可申請は司法書士はできないので、その時もし行政書士登録していればできるという、まあ、できたのになと思う時はありますよね。私も行政書士持ってるんで登録、っていうものをやっぱり考えましたね、だから結局言ってしまうと司法書士しかできない仕事、行政書士しかできない仕事っていうのは現実にあるの でそれをまあ両方持ってることによって、解決するってことが大きいですよね。そうですね、うん、
で、まあ、あのどちらが先でもいいと思う。鍋島さんのように行政書士が先で司法書士が後、私は司法書士が先で行政書士の資格取得が後だったんですけど、そのダブルライセンス持ってるってことは多分すごく仕事の幅は広がる、広がりますよね、うんうん、またその依頼いただいた方にとっても、うん、その あっちとやり取りこっちとやり取りっていうのがなくなるから、うん、もちろん、ね、ワンストップでできればその方がいい部分もあるとは思います。まあ、もちろん全部一人でやらなきゃいけないっていうのはちょっとそれも、うん、それは絶対必要かと言われるとは私は、うん、それはないのかなって、まあ、もちろん自分ができないことを人に任せて、うん、で、うん、他の先生と逆に提携を作ってっていうのも大事だと思うんですけど、まあ、でも両方持ってるってい いうなんていうの自信っていうのはやっぱ確かにあるかなというふうに思うんですよね、うん、でそうするとどうですかね、私が取得したのはちょっともう平成8年なんで、もうあまり今 その行政書士の試験のレベルとはちょっとかけ離れている、状況なんで どうでした、あの試験のじゃレベル感っていうのはどうでした、レベル感、司法書士と行政書士レベル感、そうですね、そんな極端に違うっていうこと、うんうんではない。ただ問題の質とかはちょっと違ってて、うん、試験科目は両者被ってるのが、憲法と民法会社法、はい、うん、まあ、合格率からしてもね、司法書士の合格率と行政書士の合格率だとだいぶ違いますよね。倍以上ですよね、うん、行政書士 あの令和元年の合格率が 11.5%、うん、っていうことなので、まあ、司法書士試験がまあ 3% から 4% っていうようなところだとすると、うん、まあ、確かに、パーセンテージは違ってくる、うんですね、ただもちろん受験者の数が全然違いますからね。そうですね、うん、やっぱり、行政書士は絶対評価なので、うん、まあ、この点数いけば合格ねというのがあるんで、うん、そこもまた受かりやすいポイントではあるかな。でもどうですか、もしじゃあ全く直島さんみたいにこう法律の勉強したことがない人がこう相談に来られて、はい、何か取りたいって言った時に、じゃあ、うん、法律系の資格を何か取りたいって言った時にどっち進めますか。とにかく資格が欲しいと、うん、資格さえあればいいんだって言うんだったら行政書士、行政書士、はい、うん、でその先のことまで考えて、就職ができる方がいいとか、うん、すぐ仕事をしたいとかっていうんであれば司法書士、あとはまあどのぐらいの期間で取りたいかとか、うん、そういうのでも変わってはきますけど、まあでもね、今の日本でこの資格取れば一生安泰っていう資格は残念ながらないって言われているんで ね、資格さえあればっていうのは、まあ、確かにちょっとそれは危険な考えなのかもしれませんけど、うん、ただまあ一般の私個人の考えからすると、その例えばじゃあ1個資格取ってそれで食っていこうと思った時に、まあ、その行政書士と例えばじゃあ司法書士っていうのをこう比べた時にどっちが食っていけますかっていうふうに聞かれたら、私はもう司法書士をもちろん進めたいなっていう、だけども例えば、ね、全方位型で、ね、全方位型というかいろんなしカバーをしたい依頼人に一番ベストな提案をするために、その取れるものは全て取って万全な体制で、うん、例えば仕事をしていきたいっていうふうに言われたのであれば、あ、だったら両方取った方がいいんじゃないっていう、うんうん、っていうようなねアドバイスで、もちろん我々のように持ってはいるけれども登録はしていないっていうのと実際に登録するのはちょっと違うと思うんですけれども、はい、まあ、両方持っていることによる、ね、メリットっていうのはやっぱ計り知れないとはやっぱり思いますね、うんうん、そうですね。なので、まあ、自分が持っていれば、ね、そういったところ そのなんか見極めもできますからね。無謀に手を出して火傷するんじゃなくて、うん、ね、自分の力量を考えて一番ベストな依頼人にとってベストな提案ができると思うんで、そこは、はい、うん、両方持ってるがゆえの、ね、メリットだと思うんですよね、うん、ですからまあ、これ、ご覧になっている方も、まあ、どっちを先に取ればいいかっていうのは、まあ、人によって多分いろいろ皆さんの状況とか違うと思うので一概には言えないんですけれども、うん、
とりあえず法律系の資格をまず取ってそこからステップアップしていきたいというふうに思われるのであれば、まあ、どっちかというと行政書士の方がおすすめかなと。ただもう最初からもうこれ一本で食っていきたい、ね、そういうふうに思っていらっしゃるのであれば、まあ、行政書士よりかは司法書士なのかなとはいうふうには思っています。ただ皆さんの、ね、状況によっていろいろ違うと思いますので、ぜひ迷われたら我々、まあ、レックですね、の相談窓口ですとかコールセンターなどにお問い合わせいただければ、経験豊富なスタッフがいろいろアドバイスをしてくれると思いますので、ぜひですね相談をしていただきたいなと思います。今日はまあ、本当にちょっとフリートークで、さほど大した話はしていないんですけども、お仕事の鍋島さんをお招きして、ちょっとですね司法書士と行政書士の、まあ、オフトークをですねさせていただいた次第なんですが、皆さんのお役に立てれば幸いだと思います。それでは司法書士と行政書士の違いについてのですね、お話を今回はこれで以上で終了させていただきたいと思います。皆さんご清聴どうもありがとうございました。